皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの田上舞子です。今日はトレーニングの頻度が週に 1,2 回の方向けのマスト種目をご紹介していきたいと思います。ジムに行くのが週に 1,2 回だったり、あとは週に3回4回行ってるけどトレーニング始めたての方、ジムに行き始めたばっかりだよっていう方も、全身のトレーニングを行っていただいた方が筋肉をつける上で効率的なので、ぜひこの動画を参考にしていただければなと思います。でトレーニングに慣れてきて週に3回以上行かれている方は分割法を採用してみてください。今回の動画ではジムを始めたての方が取り入れやすいメニューだったり、慣れてきた方のアドバンスメニューや、あとは男女別のおすすめメニューも中には紹介しています。ではトレーニングに入っていきたいと思います。まず胸の種目からいきます。チェストプレスです。持ち手が胸の真ん中あたりに、トップのあたりに来るように椅子の高さをセットします。肩甲骨を寄せて肩を下ろして、肘は開いてしまわないように気持ちちょっと閉じるようなイメージで押していってください。このように肩甲骨が寄せた状態が取れてしまって、肩で押してしまってはダメです。肩を痛める原因となります。慣れてきた方はマシンでも OK ですが、ダンベルプレスやベンチプレスにチャレンジしましょう。ダンベルでも基本のフォームはチェストプレスと同じです。肩甲骨を寄せて胸を張って肩を下ろし、ダンベルをセットします。肘が開きすぎないように脇を少し閉じて胸のトップのあたりに下ろしていきます。チェストプレスやダンベルプレスは胸の真ん中あたりを鍛えるのに対し、インクラインプレスは胸の上部を鍛えます。ベンチの角度を30度から45度程度傾けます。バーを下ろした時に鎖骨の少し下あたりにバーが来るように椅子の位置をセットしましょう。肩甲骨を寄せて肩を下ろす、手首の下に肘が来るなどなど、基本は全てチェストプレスと同じです。次に肩の種目、サイドレイズです。私の動画でこれまで何度も紹介していますが、肩の横側を鍛える種目です。肩の横側を鍛えることで少し肩幅ができて小顔効果もあるので、女性にも必ず取り入れていただきたい種目です。肘を軽く緩めて肩の高さまでダンベルを上げていきます。ダンベルは体の少しだけ前に上げましょう。このように下ろした時に一回一回休むのは NG。 肘からではなく手首からダンベルを上げていくのも NG です。次に背中の種目、ラットプルダウンです。肩幅の 1.5 倍程度の幅で親指は回さずにバーを握ります。中指、薬指、小指でしっかりと握ることで背中に効きやすくなります。胸をしっかりと張ってバーを胸に引いていきます。戻しながら肩を上げ耳に近づけていきましょう。こうすることで大円筋や広背筋が最大限に引き伸ばされます。今度は肩を下ろしながら胸に向かって引いていきます。背中の種目2つ目は、動画ではロープリーローを行っていますが、シーテッドローか、どちらかジムにある方を行ってください。背中をぐーっと伸ばした状態から肩甲骨をしっかり寄せながら引いていきます。背中を伸ばした時に腰が丸まってしまうと腰を痛めてしまうので気をつけましょう。次にレッグプレスです。つま先は軽く外を向けるかまっすぐにします。しっかり可動域が取れるように腰が浮かない程度に椅子を深い位置にセットしてください。膝とつま先は必ず同じ方向を向くようにしましょう。動作中絶対に腰が椅子から離れてしまわないように気をつけてください。腰を痛める原因となってしまいます。慣れてきたら
男性はスクワット、女性はよりお尻に効かせやすいブルガリアンスクワットをおすすめします。まず基本のスクワットは足を肩幅程度に開いてつま先は軽く外を向けます。腰をしっかりフラットな状態に保ったままお尻を後ろに引いていきながらしゃがんでいきます。しゃがんだ時に絶対に腰が丸まらないように、太ももが床と平行になるぐらいのところまでしゃがんでいきましょう。より詳細な解説は右上からチェックしてみてください。女性にぜひ取り入れてほしい種目、ブルガリアンスクワットです。ベンチに片足を乗せて、前足は大きめに前に出し、体は少し前傾させます。前足のかかとで床を押しながら上がっていきます。膝がつま先より前に出ると前ももに効きやすくなるので、お尻に効かせる場合はしゃがんだ時にかかとの上あたりに膝が来るようなイメージで行いましょう。最後は二の腕の種目です。背中や胸の種目でも腕の筋肉は鍛えられるので、初めから取り入れる必要はないのですが、種目を増やしたい方や二の腕を引き締めたい女性、腕をたくましくしたい男性におすすめの種目です。ケーブルにロープをセットして、脇を閉じて肘を体の横にセットします。ここから肘が伸びきるところまでロープを引いていきます。戻す動作は丁寧に行いましょう。はい、いかがでしたでしょうか。トレーニングを始めたての方は、だいたい15回ぐらい行える重さにセットして 2,3 セットを目指してみてください。これを 1,2 ヶ月続けてみて、その最初の 1,2 ヶ月間で正しいフォームを身につけて筋肉をどんどん目覚めさせていきましょう。慣れてきた方は10回から12回できる重さで3セットを目安に行ってみてください。で、いきなり10回できる重さに一発目からチャレンジしちゃうと怪我のリスクとかも上がってくるので、できれば15回ぐらいできる重さに一旦セットして、こう同じ動作を軽めの重さで動かしてみて、で筋肉を温めてから本セットに入っていくっていうような流れにしてみてください。で、トレーニングってもう私自身もそうなんですけど、なんか毎回よっしゃ行くぞみたいなやる気満々で毎回毎回行くのって結構難しいと思います。気分が乗らない日もきっとあるんじゃないかなと、皆さんの中にもあるんじゃないかなと思います。で、結構モチベーションどういう風に保ってるんですかって聞かれることもあるんですけど、やっぱ体が疲れてる時は無理せずしっかり休養を取るようにしてください。で、休んだらまた明日頑張ろうっていう風に切り替えていただければと思います。で、体は元気なんだけど、なんとなく気分的にだるいなとか、行くのなんかめんどくさいなとか、そういう感じだったら、私は結構音楽を聴いて、こうもうノリノリアゲアゲの洋楽を聴いて、トレーニングを気分乗らないままアゲアゲの音楽をかけてトレーニングに入るんですけど、そしたらやっぱり徐々にこう気分が上がってきたりしています。で、今回トレーニング中にこちらのファーウェイのイヤホンを使ってトレーニングを行ってみました。私は割と毎回一人でトレーニングするときは音楽聴いて、こう自分の世界に入ってトレーニングの集中力を高めて行う派なんですけど、今回これ初めて使ってみたんですけど、アゲアゲノリノリの音楽をずっと聴いていても低音もしっかり拾ってくれるので、音がすごくクリアで綺麗でした。で、軽いのでこんな感じで、ちっちゃくて、ですごい軽いので長時間つけていてもとっても快適です。しかももう丸っこくてすごい可愛いですよね。小さいカバンに入っていても邪魔にならないサイズ感です。手と比べると本当こんな感じ、可愛い感じの色もいいですね。他にも色展開されるそうです。で、こうやってつけて2回タップすると再生と一時停止が
すぐにできるので、トレーニング中とかにこうお話しかけられても会話したりもできますし、あと通話、電話ももちろんオンラインミーティングなんかにも使えます。この10時間連続再生ができるので、まあ、トレーニングだけじゃなくて仕事とかあと移動中とかにも日常使いとしてすごく重宝するんじゃないかなと思います。アクティブノイズキャンセリング機能っていうのと外部音を取り込む機能が長押しで切り替えられるようになっているので、より集中して何かをこうしたいときは周りの環境音を打ち消して使ったり、あと作業しているときにたまに会話も必要な場面なんかの時は外部音を取り込んで会話しやすくしたりと、場面に応じて切り替えることができます。皆さんも大好きな音楽を聴きながら気持ちをどんどん盛り上げてトレーニングライフを楽しんでいただければと思います。いつもご視聴くださりありがとうございます。またねー。